それでは計算基礎学1の第9回の授業を始めたいと思います。まず第8回のまとめです。で前回は拡張ユークリッド互助法の性質ですね、それから拡張ユークリッド互助法の応用の一つとして、方逆円の計算というのを紹介しました。で今回ですけれども、その拡張ユークリッド互助法の性質でですね、また別な性質をちょっと紹介したいと思います。それから、拡張ユークリッド互助法の応用のもう一つとしまして、今回はその実数の連分数展開を紹介したいと思います。では、拡張ユークリッド互助法の性質ということで、またこれまでとはですね、また異なる性質についてちょっと見ていきたいと思います。で今回の定理に関しては番号が振っていないのはなぜかというとテキストにはない別の文献から持ってきた話ですので一応資料は全部こちらの今日の配布資料の方にありますので注意してください。でそれで最初になんですけれどもすみません最初から訂正でこの FG って書いたのですねこれ F は A に直しておいていただいて G は B に直しておいてください後から A とか B とか出てきますのでこれは A は F が A のことを意味していて G は B のことを意味しているので訂正をお願いします。で今回の定理ですけれども、A と B を整数としまして、A は B 以上で、どちらの数も比符であるとします。で、これまで通り、その乗用付きの序断によってですね、この比符のラムダに対して、まず R1 から R ラムダプラス1と Q1 から Q ラムダを、この、ユークリッド互助法や拡張ユークリッド互助法と同様に定めます。それから S0 から S ラムダプラス1と T0 から T のラムダプラス1を拡張ユークリッド互助法と同様に定めます。で、RI、QI の定義っていうのは、そのこれまで通りですね、こういう形でこの定義を行います。それから SI、TI の定義についても、これまで通りの形で定義を行います。でここまでが前提条件 でここからのクレームなんですけれどもこの時次が成り立つというもので2つの性質を挙げられています。まず i が0からラムダプラス1に対して ti と ti プラス1の積が0以下かつ ti の絶対値が t の i プラス1の絶対値で抑えられるということでこの最初の不等式はこの最初の不等式ね、この最初の不等式は、この ti と ti プラス1がどちらも0でなければ、符号が異なると。だから、ti、ti プラス1と計算していくと、0でなければ、プラスマイナス、プラスマイナスと異なる符号で出現するということが言っております。で、同じようにして、si と si プラス1、これは i のがですね、0からラムダまでの範囲に対して、SI と SI プラス1の積が0以下かつ SI の絶対値に比べると S の I プラス1の絶対値が等しいがより大きいという性質があります。まずこれが1つ目です。それから2つ目は I が0からラムダプラス1に対してそのこの A 以下ですね RI プラ R の I マイナス1かける TI が A の絶対値が A 以下かつ R の i マイナス1かける SI の絶対値が B 以下になるという性質があります。で、これがですね、実際にはその、その SI ですか TI の大きさに関する性質として使われることがあります。で、あと、そうですね、ここからはその証明を説明します。まず最初の A の方の性質ですけれども、これは機能法を使って示します。まず TI の方ですね、これ TI の方から示していきますけれども、i が0のときは明らかでして、で、0から i に対して主張が成り立つと仮定します。で、そのときにですね、この t の i プラス1っていうのは、t の i マイナス1マイナス TIQI っていうふうにで定義されていたんですけれども、でここで、まず機能法の仮定からですね、t の i マイナス1と t の i っていうのは、異なる符号を
持っていて、でしかもあの t の i の絶対値の方があの t の i-1 の絶対値より等しいかそれより大きいという、仮定からそういうことが分かっています。でそうしますと、この式ですね、この式 の, あの両辺の絶対値を取るとどういうことになるかというと、この t の i プラス1の絶対値を取りますと、これが t の i マイナス1の絶対値プラス pi の絶対値かける qi に等しくなるということが言えまして、でこれはそのなぜかと言いますと、これ仮にですね、この t の i マイナス1があの負の数だった場合っていうのを考えますと、機能法の仮定から ti は正の数なわけですね。でそれから qi なんですけれども、これはあの、常用列を出した時の小なんですけど、最初に与えた a と b っていうのが共に比負でしたの で, でこう割り算をしていった時のこの小っていうのは必ず1以上のになってるわけです。だから正々なわけですね。そうするともし t の i マイナス1が負だったらば、ここですね、 t の i マイナス1マイナス ti qi っていうのは、負の数と負の数の和なので、だから絶対値はこのようにそれぞれの絶対値かける qi の和を取ればいいということになります。で逆に t の i マイナス1があの正の場合ですね、正の場合は機能法の仮定から ti は負ですの で, で qi は正ですから、マイナス ti qi というのは正になって、やはりここでもその t の i プラス1の絶対値、ここの絶対値を計算しようと思ったら、この t の i マイナス1の絶対値と ti の絶対値かける qi というのを加えればよいということになります。ということで、まあ、こういう、あのこういうその絶対値 の、まあ、関係は成り立っていると。で、しかも、ね、まあ、これをですね、下から押さえると、まあ、t の i マイナス1が正で、t の i が正で、q の i も正ですから、当然これは、この部分っていうのはあの ti の絶対値以上にはなってるということがまあ言えるわけですね。で、さらに、その、今の議論からですね、ti プラス1の符号は ti の符号と逆になっていることも分かるということで、まあ、定理の主張が成り立つというわけです。で、si の場合も、まあ、同様にして示すことができますけれども、あの機能法は i からが1から始めるということになります。ここまでが、この主張 A の証明ですね。でそれからとその B の方の主張の証明なんですが、これあの拡張ユークリッド5乗法の関係式からですね、与えられた A と B に対して、A×S の i マイナス1プラス B×T の i マイナス1イコール R の i マイナス1乗という関係が成り立っています。で、同時に、これ、インデックスを i にすると、A×SI プラス B×TI イコール RI という関係も成り立っています。まあ、この2つの関係式を用意しておきまして、で上の関係式をの両辺を TI 倍すると。それから下の関係式の両辺を t の i マイナス1倍すると。で、上の関係式の両辺を ti 倍したものを括弧1と置いて、下の関係式の両辺を t の i マイナス1倍したものを括弧2と置いて、で、括弧1の両辺から括弧2の両辺をそれぞれ引くんですね。そうすると、あのこのような式になります。まあ、a×si マイナス 1ti マイナス siti マイナス1括弧閉じイコール tiRi マイナス1マイナス t の i マイナス 1Ri という関係式になるんですけれども、これあの実はあの定理の4の25の d というのがあのテキストにあるんですが、そこからですね、まずこの左辺の t の i マイナス1、あ、じゃあごめんなさい、 s の i マイナス1かける ti マイナス s の i かける t の i マイナス1っていうのが、これ実はマイナス1の i マイナス1乗に等しくなるということが分かっております。ということで、この関係からですね、結局あの t の i、r の i マイナス1マイナス r の i、t の i マイナス 1Ri っていうのが、まあ、あの a か a のマイナス1倍のどちらかであるということが分かります。で、ここでですね、その先ほど主張 A のところで示したように t の i と t の i マイナス1が異なる符号を
を持つということを用いますと、これこのここの式の両辺の絶対値を取れば、左辺は A で右辺は、この絶対値なんですけれども、t の i と t の i マイナス1の符号が異なりますから、絶対値としてはこれ、t の i の絶対値と ri マイナス1の積プラス t の i マイナス1の絶対値と ri の積の和に等しくなるということですね。で、これは、t の i マイナス1絶対値かける r の i、あ、ごめんなさい、t の i の絶対値かける r の i マイナス1の積だけ残せば、これよりも、これで下から抑えることができるということになります。ということで、最終的にこの a がですね、この式で下から値を抑えることができるということが分かります。これも SI もですね、同様にして示すことができますので、これはちょっと皆さんで確認してみてください。まずここまでよろしいでしょうか。